線の7号車の BMW、 それから39号車の GT500 のレクサスが BMWZ4 が1分47秒の438。GT500 の車両であれば、まあ、フロントカウルにダメージは起きますので、これあのワンピースでガボッとこう外して外して、ちょっと外して、さあ残り4分でどうやらリスタートが切られるようです。RCF 9番手には電動コミュニコスタート RCF 10番手には19番のフレッシュスポーツアドバイス RCF となっています。さあ赤旗ですけど、ちょうどアタックをしているタイミングをですね、まあ、失ってしまったレイブリック NSX コンセプト GT がゆっくり走ってますが、これはトラブルなのか、それともそうじゃないのか、こぼれたかった石はどうなりますか。
からトップに遅れること0秒390というところまでタイムを切って、そしてチェッカーのフラッグが振られます。チェッカーフラッグが振られまして、これでセッションは終了、セッションは終了となります。中断しましたので、スケジュール遅れが生じております。